読ませ温泉スキー場は長野県下高井郡山の内町や関税に所在する市営のスキー場。通称読ませスキー場。ゲレンでは広めのバーンが特徴であり、標高差約500メートルを一気に滑り降りることが可能となる。レストランは4に1軒、クワット乗り場に1軒となる。写真の通り上部は上級者コースであるが、初級者のための迂回コースが用意されている。 常設のポール専用ゲレンデを持つ、東京都中学校スキー大会は例年、このスキー場で行われる。そのためか中学生のスキー教室の学生が目立つ。2011から2012シーズンより、株式会社マックアースの子会社マックアースリゾート、山の内が、読ませ温泉スキー場、牧野イリスノーパーク、山彦の丘スキー場を名称変更を借り受けて、運営することになった。 マックアースは2010から2011シーズンから、X ジャム、高い富士を買収し運営している。そして北新州木島平スキー場を合わせたこれら、高屋城山周辺のスキー場を、マウント、古社として共通リフト圏で、滑走可能な一体のスキーエリアとして PR、していくことになった。マウント、古社は、長野県内では、滋賀高原スキー場、 野沢温泉スキー場に次ぐ規模となる。読ませ温泉スキー場のチケットを買うと、X ジャム、高井富士と山彦の丘スキー場は利用可能だが、木島平スキー場まで滑る場合は、共通券を購入する必要がある。ありがとうございます。